皆さんこんにちは、気象予報士の斉藤康則です。そして郡山市長の品川でございます。今日はこうして皆さんにご挨拶できることを大変嬉しく思います。ありがとうございます。市長おしゃれなネクタイですけど、これはね、世界中で運動している政府コミュニティのシンボルのネクタイなんです。政府コミュニティっていうの、ということは怪我のない街作ろうと、安心安全な街づくり、もうみんな安心して事故と怪我なく暮らす街を作ろうというスローガンのもとのネクタイです。そういう意味では市長、やっぱりね、子供は宝ですよね。ここ郡山市、これ子供の施設ですか？はい、これはですね、前は教育関係者のビルだったんですが、前の原市長さんの時にですね、原さんが市長の時にここを市に譲り受けましてね、はい、で何に使うかということで、ニコニコ子ども館。ニコニコ子ども館、子どもがニコニコする、子どもがニコニコすれば親もニコニコということを願ったビルなんです。郡山は今一つこう掲げているのが、安心して生まれ育つ街っていうのを、はい、挙げておりますけれども、例えば施策としてはどういうものがあるんですか？若い方々、子育て世帯の方、そして子どもたちがね、こうあってほしいというものをどんどん実現して体感していただこうということを願っているビルなんですね。でこれは皆さんにお配りしているチラシです。みんながファミリー、みんなでサポート、はい、つまりこれはあれですね、社会全体で子どもを育てていこうということをやる。そうです、自分が面倒見てもらった分を次の世代にお送りしようと。なるほど、うん、孫高校ですね。孫高校大人がその子どもたちや孫に対して安心してここでね、うん、育てて、ね、育っていこうっていう、そういう施策がたくさんあるんですね。それから子どもの生育段階に応じた子育て、小学校だと学童保育だとか、うん、保育園だとか幼稚園だとか、いろいろこうステージに合わせたその子育ての支援というのが必要だと思うんですけども、うんうん、そのあたりはどうなんですかね？これはですね、郡山は特に恵まれておりますのはですね、ドクターがですね、自らそうした子育てのサポートにもう手を差し伸べてくださってるんですよ。これ本当にありがたいですね。私も子育てした時に子供が急に病気になって、でも共働きだから預ける場所がないって言って困ったことがあるんですが、うん、そういったその病児保育というところも充実されている、はいはい、ということなんですよね。もう病児保育でですね、専門に見ていただいているドクターもおられますんで。なるほど。さあ大人になってですよ、うん、この町で結婚したい、結婚しようかっていうところでどういう後押しをされてるんでしょうか？よくぞ聞いてくださいました、はい、ちょっと長いんでですね、読み上げます、はい、結婚新生活スタートアップ支援事業、結婚に伴う新生活を支援するため最大30万円まで補助させていただきます。30万円も補助していただけるんだ。すごくね、やっぱりね、結婚式にもお金がかかるし、家を借りるのにも敷金礼金かかったりね、だいたい新婚の時ってお金ないんですよね。これは本当に大きな支援になってくれると思います、はい、あと10万あれば、あと30万あればという、新生活スタートの方々もおられようと思いますので、ぜひ、遠慮なくお使いください。本当にさっきも言った、安心してこの町で、生活できる仕組み作りを行政が、品川市長がやられてるってことですね、はい、なんかやっぱ郡山ね、いいなと思いますね。ありがとうございます。住み心地ランキングでも確か福島県の中で一番なんですよね、はいはい、そういったところでもやっぱりその行政のサポートがこの結果につながってるんじゃないかなというふうに私は思います、うん、あともう一つ、はい、市長、2月から孫休暇が始まるっていうのをちょっと聞いたんですが、はい、市役所の職員の方で おじいちゃまになられた、おばあちゃまになられた方が、はいはい、子育てするために、休暇を取る、どうぞ休暇取ってくださいと大っぴらで、そういったその孫休暇を取って安心してその子どもの世代の働き盛りの人たちが働いていただけるようにということなんですね。市長、本当にこの郡山市で、やっぱりその子育てを、したいという方に何か一言メッセージをお願いします。子ども育てやすい町、それから産みやすい町じゃなくて生まれやすい町、それから育ちやすい町ね、子どもが
自主的に育ちやすい町を目指しておりますので、どうぞ手を離し、しかし目は離さない、そうした郡山にぜひお住まいください。改正ポイント、郡山で出産も子育ても出会いも結婚も幸せ確率 100%。